今回トリニティ100周年のために書き下ろした、新曲が初披露されましたが、楽曲に込めた思いを教えてください。やっぱ100年っていう年月を自分に当てはめた時に出る思いみたいな感じですを詰めてます。はい。で、まあ、今回楽曲を制作する上で、まあ、こだわったポイントなどあれば教えてください。でも器楽曲といいますか、そういう組曲を作るのがすごい久々だったので、久しぶりな感覚というかもうありつつ、なんかちょっと10年ぐらい前に戻ったような感じで楽しく作れました。はい。で、そのなので、まあ、3名構成の、まあ、意図や関係性など教えてください。まあ、本当に近い2人というか、血縁もいますし、普段の他 の, いろんな活動を共にしているピアニストでもあるという3人なので、かなり親密な3人です。はい。で、トリニティは、調和と普遍性をともに愛を表現するという、メッセージがございますが、常田さんにとって愛する存在は何ですか？愛する存在は何ですか？愛する存在何ですかね、まあ、人ですかね。人なんかどんな人とかなんかあります？いい人いい人ですたちを愛します、はい。まあ、最後にですね、まあ、常田さんにとって、まあ、カルティエもしくはトリニティは、まあ、どういう存在でしょうか？まあ、意外と何ていうのかな、ちょっと敷居の高いというか高い高級なイメージありますけど、すごい遊びの効いたデザインとかエッジの効いてるものもかなりあるので、まあ、そういうのも、ね、が俺はすごい好きなので。